ゴッドファーザーパート3は1990年に公開されたアメリカ合衆国の映画。監督はフランシス・フォード・コッポラ。前作より16年を経て制作された。マフィアのボスとして絶大な権力を握ったマイケルの裁判年の物語である。本作品でのマイケルにはパート1やパート2の時のような冷酷さや非常さが消え、物語は彼の残下と 苦悩、弱さを中心に描かれている。1970年代後半から1980年代に明らかになったバチカンにおける金融スキャンダルと、それに関連して起きたと噂されている1978年のヨハネ・パウロ一世の急死や、1982年に発生し世界を揺るがす大スキャンダルとなったロベルト・カルビ暗殺事件といった、 実在の事件がほぼそのままに近い形で作品に織り込まれている。当初のタイトルがマイケル・コル・レオーネの死と予定されていたように、本作は3部作の最終作ではなく、全2部作に対する後実談として位置づけられている。公開30周年となる2020年9月、フィルムと音声を修復し、新たなオープニングとエンディング及び音楽を付け加えて再構成し、 タイトルを当初の構想に基づくマリオプーゾエス・ザ・ゴッドファーザー・コーダザ・デス・オブ・マイケル・コルレオーネとしたニューバージョンを12月4日にアメリカの一部劇場で公開8日に映像ソフト化とストリーミング配信する予定と発表された日本ではゴッドファーザー最終章マイケル・コルレオーネの最後のタイトルで12月23日にブルーレイが発売される 収録時間は158分と公開版より短くなっている。コッポラは今回の編集作業を振り返り、古いセーターの修復に例えて糸のほつれを直すうちに新しいセーターを編むことになったと表現した。鑑賞したアルパチーノは良くなったと確信したと最終章の出来栄えを称え、パート3を好きじゃなかったというダイアン・キートンは再編集版を見て、 人生最高の出来事の一つと絶賛した。1979年のニューヨーク、ファミリーのドンとなったマイケル・コルレオーネは、父の名を取った、ビトー・コルレオーネ財団の名の下、シシリー復興のための資金との名目で行った、多額の寄付が功を奏して、バチカンより除君され、同時にバチカン内の資金運営を司る、アメリカ人のギルディ・ヒロツカサ教徒の関係を得る。そして、 それをきっかけとして、長年にわたって、非合法ビジネスに関与してきた一族の活動から、引退を決意するとともに、合法ビジネスへの全面的な転換を画策していた。その後、寄付の窓口的役割を果たしたギルディ・ヒロツカサ教と、その関係者による横領で発生した、莫大な損失金の穴埋めと引き換えに、バチカンと関係の深いヨーロッパを中心に活動する投資会社、 インターナショナルインモビリアーレの株の25%の取得、そして同社の経営権のダッシュへの講演を得ることで合法ビジネスへの路線変更を試みる。だが、マイケルの後継者はマイケルの息子のアンソニーではなかった。アンソニーは優しい幼児であったフレドの粛清がトラウマとなり、一貫してファミリーとそのビジネスを剣護し、大学を中退し、 オペラ歌手への道を進もうとしていた。その上で、マイケルは甥いっ子にあたるヴィンセントと、ファミリーの違法ビジネスの大部分を引き継いでいた。新興ボスの上位ザザとの対立を和らげようとする、ものの、ヴィンセントの貢献役となったマイケルとザザとの確執は、帰って悪化し、アトランティックシティのカジノホテル、パラッツォ・アズーリのペントハウスで行われた、友好ファミリーの幹部会の最中、 ザザの手下がヘリコプターを使い襲撃する。マイケルはヴィンセントの助けで難を逃れたものの、この襲撃により多くの友好ファミリーの幹部が暗殺されてしまう。この襲撃は、旧来のファミリーから低い評価しか受けていなかったザザが単独で行ったわけではなく、自らも深い利権関係を持つバチカンとの関係を深めていたマイケルの追い落としを狙ったドン・アルトベロの指示で、 行われたものだった。またこの頃、アルトベドの友人で、イタリア政界の大物、かつ、インターナショナルインモビリアーレの経営人の一人で、ギルデ大司教をはじめとする、バチカン内にも強い影響力を持つドンルケージによって、マイケルのインターナショナルインモビリアーレの経営権のダッシュは、激しい妨害を受けた上、マイケルが投資した資金が、ギルデ大司教が、資金運用を委託していたアンブロシアの、 銀行道取りのフレデリック・カインジックに横領されてしまう。さらにマイケルには糖尿病という病魔が忍び寄っていた。病状は進行し、時には低血糖発作により崩れ落ちてしまうという深刻な状態に陥ってしまう。マイケルの妹、コニーの支援を受けたヴィンセントは、マイケルの承認を受けないまま、アトランティックシティの襲撃の報復として、ザザを暗殺する。 マイケルは自分の指示を受けずに行動したヴィンセントとコニーを叱責し、ヴィンセントに勝手な行動を慎むように釘を刺す。またこの頃、ヴィンセントはマイケルの娘のメアリーと恋仲になる。病状が回復したマイケルはシシリーに向かい、かつてソロッソとマクラスキー警部を殺害した後にかくまって、もらったドンとマシーノの屋敷に滞在する。 マイケルはバチカンへの工作を支持すると同時に、ヴィンセントにスパイとして、アルトベロの元に潜入するように指示する。ヴィンセントは、アルトベロの元に近づき、一連の事態の黒幕が、ルケージであることを突き止める。ルケージとアルトベロは、利権を犯すマイケルを抹殺するため、殺し屋のモスカに、マイケル殺害を依頼する。同じ頃、マイケルは、ルケージとクムギルディを追い落として、 インターナショナルインモビリアーレの経営権を手に入れるため改革派のランベルト数奇教と手を結ぶ。その際、マイケルはランベルトに国会を行い、過去に犯した罪、特に時刑、フレドを粛清した罪を告白する。シシリーに戻ったマイケルは息子、アンソニーのオペラデビューを感激するために同行していた前妻系をコルレオーネに連れて行き、関係の修復を図る。 二人の関係は修復したが、直後に、トマシーノが殺害され、マイケルは再び苦悩に陥る。マイケルは、ゴッドファーザーの地位を、ヴィンセントに譲り引退を決意する。ヴィンセントは、メアリーから手を引くという条件を受け入れゴッドファーザーの地位を引き継ぎ、新法王となった、ランベルトの改革により失脚した、ルケージ、アルトベロ、キルギの殺害を支持する。 アンソニーのオペラデビューの日、マイケル一家は総出で感激に訪れ、マイケルに向けて殺し屋が向けられたことを知ったヴィンセントは、その警備に当たる。同じ頃、ヴィンセントが送り込んだ資格により、ルケージ、アルトベルト、キルギの3人は殺害されるが、同時に彼らの手によってランベルトも毒殺されてしまい、また、劇場内でマイケルの警護に当たっていた。 ヴィンセントの部下もモスカに殺されるがマイケルは難を逃れる。オペラが終わり、劇場を後にしようとするマイケルの下に、モスカが忍び寄り銃撃する。モスカはその場でヴィンセントに射殺されるが、モスカの撃った銃弾はマイケルを負傷させ、さらに彼の側にいたメアリーの命を奪った。娘を失ったマイケルは絶叫し、それから十数年後、シシリーで強くと孤独の中、死んでいった。 トム平原は物語開始以前に死去しており、今作には登場しない。ヨハネ・パウロ一世、ロベルト・カルビ上記のように、本作品は1978年の教皇、ヨハネ・パウロ一世の毒殺が強く疑われている、旧死と、1982年に発生し世界を揺るがす大スキャンダルとなったロベルト・カルビ暗殺事件。そしてこれらの事件にまつわるバチカンと。 イタリア製財界を巻き込んだ金融疑国事件という多くの共通の関係者を持つ複数の大事件を作品内にほぼそのままに取り入れることで現実におけるバチカンとイタリア製財界、マフィアの三者の誘着、腐敗体質を批判している。その中で下記のように二つの事件に登場した複数の実在の人物をモデルとして当てはめている。劇中において コンクラーベの結果、教皇ヨハネ・パウロ一世となり、バチカン内の腐敗体質の一層を行おうとしたにも、かかわらず就任後に毒殺されたランベルト・スー・キについては、スー・キ時代の名前こそ違うが、教皇に選ばれた後の名前は実在のものと同じ、ヨハネ・パウロ一世となっている。それだけではなく、劇中のコンクラーベにおける他の教皇候補者の名前と、 その得票数もコンクラーベ実際のものと同じであるというように、あからさまにモデルとして当てはめている。なお実際に、本物のヨハネ・パウロ一世も就任後にカルビア、マルチンクス、ジェリー、アンドレ・オッティラによるバチカンとイタリア政界、マフィアの誘着によるバチカンの腐敗体質を一掃しようとしたものの、就任後わずか33日に不可解な状況下で自分の居室で死去し、 その後会任候補者のリストが行方不明になると同時に証拠隠滅が図られたことから毒殺による暗殺が疑われている。さらに、ジェッリが代表を務め、カルビア、マルチンクスが会員となっており、カルビ暗殺やヨハネ・パウロ一世の暗殺に関わったとされる極秘密結社ロッジ P2 の名前が実際に劇中で出てくるほか、劇中において、 バチカンと関係の深い投資会社として登場したインターナショナルインモビリアーレ社もイタリアに実在する不動産を中心とした投資会社でバチカン銀行が大株主であったインモビリアーレ社をモデルにしたとされている。なおコッポラは当時カルビが頭取りを務めていたアンブロシアーの銀行がパラマウント映画の親会社でコングロマリットの ガルフマイナスウェスタン社のオカブヌ氏であった関係でパラマウントの本社ビルを訪れていたカルビを目撃したと語っている。マフィアとイタリア政界バチカンの不明瞭な関係と腐敗が巻き起こしたスキャンダルをほぼそのまま内容に取り込むことであからさまに批判したことや衰えたマイケルの残悔や苦悩ばかりに焦点を当てた内容がわざわいしアカデミー賞には7部門で ノミネートされながらも結局受賞には至らなかった。批評家たちからの評価もかんばしくないまま、工業的にも前作に届かぬ結果となった。コッポラは後に、私自身を満足させたがために、観客の期待を裏切る結果になったと弁解している。前2作で重要な役割を演じたロバート・デュバルには、出演料の問題などでオファーを断られ、すでに死去したという設定にされたことも、 キャラクターバランスを欠いて作品の低評価を招いた。それに関してコッポラは大きな損失だったと解雇している。特にキャリアがないままに主要な助演女優に抜擢されたこともあり、事実上のスケープゴートにされたメアリー・コルレオーネ役のソフィア・コッポラに対する批判は過劣なもので、ソフィアは同年度のゴールデン・ラズベイリー賞の最低助演女優賞。 最低新人賞を受賞してしまう。しかし、同作品を評価する声もあり、著名な映画評論家であるルジャー・イーバートは、本作品に星3つ半のスコアを与えた。これは、過去にイーバートが、パート2に与えた星3つを上回る評価である。ありがとうございます。